どういう状況？どういう状況？めっちゃ上に向かってピーンとしておりますけれど、どういう状況？生きてるよね。なんでそんな上向いた状態でスーンとしてんの？あ、どうも、リンとです。そして今映っているのは、うちのセーブシシバナヘビのサナちゃんですね。なんか今ふとねサナちゃんの定置をちらっと見たところ、すげえ上に向かってピーンとしててびっくりして動画を回し始めました。生きてるよね。下ペロンもしないし、でこの子ね、まぶたがないタイプのヘビちゃんなのでね、まばたきもしないから、もうなんか寝てる？寝てんのかな謎すぎる。実はね、今こんなベッドのね横がね、こんな感じでサナちゃんのねケージが置いてあるんですけれども、ちょっとねこうチラッと見たらサナちゃんがこう上を向いていたので、ついてて、ね、これどういう状況、横から見るとさ、だよね、天に向かってピンとしているね。あ、動いた。うん、生きちゃいるね。天に向かってピンとしてたんだけど、どういうこと？いや、すごい面白い状況ではある。あ、少しだけ斜めになった。少しだけ斜めになった。君は何を考えてるんだろう。どういう気持ちなんだろうね。そしてうちの LED ライトがもうギラギラにプラスチックに反射するから、反射した光がすごいね。LED ライトをいろんなところに仕込みすぎている結果ですね、これね。どういう気持ちなんだろうか。めちゃくちゃ可愛いけどで、急に動画を撮り始めてるもんだから、手がブレるブレる。この上からずっと映すのなかなか難しいね。あと動画を撮ろうと思ってね、撮り始めた感じなのかな。なんかすごい状況と思って回し始めてるからさ、こうなんだろうね、撮りにくい場所にいるんだよこいつが。ちょっとなかなかカメラの撮り回しが難しいですけれども、どういうつもりっていうのも変な話だけど、何を考えてるんだろう。何を考えて生きているんでしょうか。納税のこととか考えてるのかな。税金のこと考えてるのかな。何考えてるんでしょうか。少子化対策とか考えてるのかな。そんな政治的なこと考えてないか。ちょっと適当になんか脳内に浮かんだ言葉をちょっと言っただけなんだけどね、なんで政治絡みだったのかちょっと何とも言えない。なんで出てきたんだろうか、ちょっとわかんない動かないね。すごい状況よあなた。まあそれがあなたにとって落ち着くのであれば全然いいんだけどさ、落ち着いてるもんね。そこで住んでね、
楽しい、楽しいとかあるのかな、そういう感情ってあるのかな、不思議だ。はい、ってことでうちのかわいいかわいいアイドル、西武獅子花蛇のサナッチがちょっとまか不思議ちゃんでしたっていうお話でした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。